映画パンフレット永遠の魅惑、ジェームス・ディーンです。ジェームス・ディーンは1950年代に活躍したアメリカの俳優で、今日でもカルチャーアイコンとしての地位を保持しています。1931年にインディアナ州で生まれたディーンは、その短いキャリアにもかかわらず映画史に残る役柄をいくつか演じました。彼の主演映画はわずか3本でしたが、それぞれが大きな影響を持つ作品でした。エデンの東はジョン・スタインベックの同名の小説を元にした作品で、反抗的な若者カル・トラスクを演じ、批評家から高い評価を受けました。理由なき反抗ではジム・スタークという役を演じ、不安定なティーンエイジャーを象徴するキャラクターとなりました。ジャイアンツではテキサスの牧場主と石油王の対立を描いており、ディーンは石油を発見して富を築く若き農場労働者を演じています。彼の演技は若者の孤独と反抗心を象徴するものとして、多くの若者に共感を呼びました。その敏感で繊細な演技によって、メソッド演技の代表的な存在ともなりました。しかし1955年9月30日、ディーンはカリフォルニアで自動車事故に遭い、24歳の若さでこの世を去りました。彼の死は彼の伝説を確固たるものにし、彼が生前に出演した作品はクラシックとして残り、後世に多大な影響を与え続けています。その生き方と役柄が時代の反骨精神と一致していたため、多くの人々にとってロマンチックな英雄として、また若くして亡くなったことで不朽の偶像となりました。彼の影響は映画だけでなく、ファッション、写真、ポップカルチャー全般に及んでいます。